先週我々が26号と呼ばれる実験体を連れ出そうとしたあの晩、旧市街の高速で事故を起こした少年がラボに収容された。職業訓練校の生徒らしいんだが、新しい人体実験の対象。あの力には触れてはならんのかもしれんな。触れてコントロールせねばならんのだ。我々の手に余るようなら即座にしますよ。さーて、どうする？一緒に帰るんだ。うるせー。これ以上の前進は何としても阻止せねばならん。